脳下指数とは、脳の重さと体重から式で算出される値である。体重が大きいほど、脳も重くなる傾向があるため、それが補正される。動物の知性の指標として、ハリー・ジェリソンが1973年に考案した。脳の重量はアロメトリーに従い、全体重のべきに比例する傾向がある。脳下指数の提唱当時は、体重の2。 三乗に比例すると考えられていた。そのため、脳下指数は、脳の重量を、体重の2、3で割り、適当な係数をかけた値で表される。ただしより詳しい計測、解析の結果、このべき指数は3、4乗と判明したため、2、三乗を使った、脳下指数には、体重が大きい動物ほど課題に見積もるバイアスが、少しある。脳下数は単独の数値に意味はなく、 比較にのみ使われる。そのため、全体にかける係数は任意に決められる。ジェリソンが最初に使った猫の EQ を1とする算出式が一般的である。他に人の EQ を10とする式もある。脳過数は、その体重に見合った脳の大きさに比べてどのくらい大きい脳を持っているかを示している。ただし、それが等しければ同程度の知性であるという。 先見的な理由は乏しい。脳家指数に対し、脳の重量それ自体、あるいは、脳の重量を単純に体重で割った値は、人よりずっと高い値になる種がいるなど、知性の指標としては、明らかな不都合がある。脳家指数はそれらの値に比べれば、知性の指標として有効だと考えられる。しかし、それでも、 知性には脳の多くの特徴が関与しており、脳下指数だけで判断することはできない。例えば、白顔巻きザルシーバスアルバイフランズの脳下指数は、類人ザルで最高のチンパンジーの2倍に達するが、白顔巻きザルがチンパンジーより知的ということはない。とりわけ、同種の間での比較に使うのは難しい。例えば、犬の主要な品種の中で、 最も脳下数が高いのはチワワであるが、チワワが大型犬より知的ということはない。哺乳類以外の動物は、一般的に EQ が低い傾向があるが、鳥類は、オウムとカラス、魚類ではマンタ、無脊椎動物ではタコなどが、哺乳類に匹敵する、もしくはそれ以上の EQ があるとされ複雑な行動と、非常に高い学習能力があり注目されている。鳥類や、 魚類などの細胞のサイズは一般に哺乳類のサイズよりも小さく多くの脳細胞があるため哺乳類より小さな脳でも複雑な行動や学習能力を可能にしていることもあり、類いが異なる生物の知能と脳の解剖学はどちらも哺乳類のものとは大きく異なるため直接的な比較は非常に困難であり、一概に知能が高い、低いとは断定できない。ありがとうございます。